この人がねめちゃめちゃ武勇伝あったんですよ。武勇が強かったので、後々のこの武者絵の中でもめっちゃ画題としてこう描かれたり物語としても取り上げられたりっていうので超人気者なんですよ、この雷公さんというのが。で、この雷公さんにはね4人の四天王っていうのがおったんですよ。まあまあ、部下がおってすごい、その部下もねまあもうパワー持ってるっていうやつやったんですよ。でそれが、渡辺の綱っていう人、この人もねこの人に関するエピソードというか武勇伝っていうのも結構あって、この人自身単体で、結構絵になるっていうことも結構あります。であと四天王誰がいるのっていうと、坂田の金時でございます。はい、金時、坂田の金時、なんか可愛らしいね、金時っていうの。この人はね金太郎のモデルになった人でございます。はい、金太郎のモデル。へえ、そうなんや、水槽の力強かったっていうのと、でなんかね体が赤かったという伝説があるので、まあ言い伝えみたいなのがあるので、なんかそれでこう赤い体で塗られてるっていう作品が結構多いのが、この坂田の金時。坂田の金時も人気なので、結構単体で描かれてる場合もあったりします。まあこういったのがいましたよと。であと誰がいたのっていうと、薄井定光に、浦部の末武というこの4人で四天王として、結構雷公さんのエピソードの中にはなんかこの4人出てくるなっていうと、そういうことでいらっしゃいますよと。であとね、この源の雷光さんの中でよく出てくるのが藤原の康政という人が、一緒によく描かれたりします。はい、藤原の康政、この人はもともとは、この雷光さんのライバルやったんですよ。同じぐらい武勇が高くて、あの一人武者みたいな感じで一匹狼みたいな感じで結構ねこう注目されてたんですけど、なぜか時代を経ることにこう物語の中では、この雷光さんのもう弟子でいいんじゃねみたいな扱いに何でか格下げされて、あの弟子として、あ弟子というか、まあ部下として一緒にこう戦いに行くぜみたいな感じで四天王と同格に扱われてしまうという、なぜか格下げを食らったのが藤原の康政ということで、まあ、この人もよく描かれてます。まあ面白いなと。まあこの藤原康政自身がね単体で描かれる場合も結構あったりするんですよ。月岡芳年の代表作っていうのがあるんですけども、藤原の康政を描いた作品、笛吹いてる描いた作品なので、まあそういった形でね結構単品でね出てくる場合もあるので見ていただければなと思います。